おい、まずいぞ。何か爆発しそうな雰囲気だぞ。シーチ、早く思い出して。待ってるよ、コウちゃん。コウちゃん、したんじゃない。え？じゃあ誰が？そうだ。この日付はあの有名な映画監督の別荘で起こった悲しい事件。ああ。君とこんな風になるなんて。思っても見なかった。好きだ。あなたが欲しい。そこでブチュッと熱いキス。キスって、そんなの台本にないじゃないですか。流れに乗ろうよ、流れに。この探偵はさ、女の心を揺さぶって真実に近づいていく。だからブチュが必要なの。しちゃおっか。やればいいじゃん。パロ、そんなんじゃねえよ。キスぐらいいいじゃない。せっかく永田監督が演技指導してくれてんだもん。永田監督は日本を代表する映画監督なのよ。こんなチャンスめったにないんだから。それほどでもないけどね。ねえ、チャンスって何よ。お芝居に付き合ってほしいってできる私だと思いきや、新一でおまけにラブシーンなんて聞いてないよ。じゃあ二人でやってみる、熱烈なラブシーン。どうぞ。ありがとうございます。君たちはキスしたことがないの？っていうのはね、こうやるんだよ。すごい。まあ、お熱いこと。女優の永田千里、奥さんじゃない？千里。撮影だなんて嘘ついて、やっぱりこんなことだと思った。この泥棒猫、人の夫たぶらかして役取ろうだなんて、泥棒猫以下の女ね。何するのよ。夫の管理もできないくせに大きな口叩かないでよ。大女優だかなんだか知らないけど、あんただって体で役取ってきたんでしょ。許せない。やれるもんならやってごらんなさいよ。おいおい、いい加減にしてくれよ。おお、認めるよ。千里、沙織は僕の愛人だ。だから次回作の主役にも抜擢した。だからってそんな目くじら立てることないだろう。僕の理想はね、妻と愛人が仲良く共存してくれること。楽しくやろうよ、三人で。これからの人生存分にね。ええ、大人の世界って感じ。そうだ、お茶にしようね。絶品の紅茶があるんだ。カナ、用意して。かしこまりました。よかったら君たちも一緒にどう？あ、もちろんです。喜んで。僕の自慢のコレクションだ。ベネチアからマイセン、世界の名品が全て揃ってる。君たちも好きなカップ選んでいいんだよ。素敵。迷っちゃうね。どれにしようかな。
遊びも度を越すと大怪我のもとですよ監督。怖いこと言うんだね。どうだい、君も僕の人生に参加してくれないか。マジあのおっさんついていけねえ。まだ迷ってるのかな。僕はこれかな。いや今日の気分はこっちかな。いい香り、セイロン産のフランボワーズです。ではティータイムを楽しもう。ちょっと待って、あなたの好きなポニッシュの角砂糖、うちで紅茶を飲むときはいつも入れてるでしょ。そのメス猫は知らないと思うけど、毒でも入ってんじゃないの。いやね、入ってるのは愛だけね。ね、面白いオープニングだね。先が見たくなる。では改めて、人生の始まりは熱い紅茶から。いただきます。いただきます。中田さん、中田さん、死んでる。これはアンモンド臭、青酸カリだ。そんな、嘘。奥様、奥様。ではお願いします。中に入ってください。所轄が到着するまで一歩も外に出ないように。あなたたちは目撃者であると同時に容疑者でもあるんです。容疑者？たとえ有名な高校生探偵のあなたでも例外ではありません。なんとかしてよ新一、どうして私たちまで容疑者になっちゃうのよ。あなたたちもとんだことに巻き込まれちゃったわね。まあ私もだけど。状況から見ても誰かが永田監督の紅茶に青酸カリを入れて毒殺したのは間違いない。問題は誰がどうやって監督の紅茶にだけ青酸カリを入れたのか。まず考えられるのは紅茶を入れた管理人のカナさん。だけどカナさんは一つのサーバーで全員のカップに紅茶を注いだわ。もしティーサーバーの紅茶に青酸カリが入っていたとしたら私たちも全員死んでるわけだし。あらかじめ永田監督のカップにだけ青酸カリを塗っておいたなんてのは。いやそれも無理だ。カップは全員が食器棚から自分の気に入ったものを無作為に選んだ。監督がどのカップを選ぶかを予測して青酸カリを塗ることは不可能だ。予想が外れれば別の誰かが死ぬことになる。だよね。どう？あの女の様子は。ぐっすりお休みになってらっしゃいます。どういうつもりかしら。夫が亡くなった途端に意識を失うなんて。あなたじゃないわよね、監督殺したの。どうして私が。分かってるわよ、あなたにも私にも動機がないもの。動機があるのは一人だけ、浮気した夫を許せない千里さん。角砂糖に青酸カリが塗ってあったんじゃないの。ポニッシュの角砂糖。でもあの時最初に監督の紅茶を飲んだのは千里さん自身ですよね。そんなの、角砂糖の真ん中に青酸カリを仕込んでおいて周りが溶ける前に飲めば平気じゃない。わざわざかき混ぜてですか。少しでも遅れたら自分が死んじゃうのに。危険すぎるよね。コラーゲンの時間。コラーゲン？いつもこの時間に飲むようにしてんの。肌は女優の命でしょ。こんな状況で飲む普通？何これ。
青酸カリだ。え？どうして沙織さんのパックに青酸カリが？って犯人？冗談じゃないわよ。そのバッグ私のじゃないわ。あれよ、私のはこっち。それはあの女のバッグ。どういうことです？監督に頼んであの女と同じものを買ってもらったのよ。面白いから見せつけてやろうと思って。ってことはやっぱり犯人は千里さん。奥様。奥様。ここはどこ？あなたたち誰？本当に何にも思い出せないんですか？自分の名前も忘れちゃうなんて。人は大きなショックを受けると記憶を失ってしまうって聞いたことがある。思い出したくないって気持ちが過去の記憶を全て消してしまうんだ。防衛本能の一種らしいけど。芝居でしょ。人殺しをしておいて記憶を忘れちゃうなんて都合良すぎじゃない。人殺し？沙織さん。私がこの嘘つき女の化けの皮を剥いでやるわ。これがあなたの正体。ほらよく見てみなさいよ。自分の不倫は棚にあげて夫の不倫は許さない。あなたはそんなわがままな理由で夫を殺してしまった悪魔のような女なの。嘘。どこまでとぼけるつもり？あなたはいつもそうやって演技をして監督を騙してきたんでしょ。ベッドの上でも演技してるって監督言ってたわ。記憶がないって罪を逃れるつもりかもしれないけど、そんなこと私が絶対に許さない。いい加減に発情しなさいよ、この嘘つき女。やめて。やめて。本当に記憶喪失？ラン、工藤君、ちょっと。私、相手のこの男性知ってるの。知ってる？うん、木村圭介、小さな劇団の俳優さんで、彼はこの雑誌が出た2ヶ月後に自殺してる。自殺？人気女優と全く売れていない無名俳優、どう見たって不釣り合いでしょ。だから千里さんが退屈しのぎに若手のイケメンを誘惑してもてあそんだ挙句に捨てたって噂もあったわ。それが自殺の原因？ちんち、何撮ってんの？こうしてたら少しは思い出すんじゃないかって。何か思い出しました？いいえ、何も。ここの部屋は何かしら？ご覧になられたらいかがですか？ええ。夫の部屋。私の夫はどんな人だったの？何をやってた人？映画監督です。映画監督。
ここはリハーサル用のホールだそうです。永田監督は撮影前には必ずスタッフや俳優さんを集めてここで稽古をした。もちろんあなた。私も。ええ。ダメ、何も思い出せない。彼女の行動にミスはない。演技なのか、それとも本当に。初めて組んだ作品です。これが私の夫。写真の中の私、すごく楽しそう。悲しいわね。楽しかった思い出も思い出せないな。私は本当に夫を殺したんでしょうか。もしそうだとしたら、私は私自身が怖い。あ、オークキンスキー。意味は？ウミスズメの鋭いスキー。もう一つは、あ、オークシークインク。意味は、ウミスズメはインクを探す。アナグラムだ。悩める名探偵。うるせえよ。動機も犯人も殺害方法もさっぱりだもんね。二つは分かった。え、分かった。あとは殺害方法だけだ。見えたんだよ、たった一つの真実ってやつかな。証拠を消すつもりですか。永田監督を青酸カリで毒殺したのはあなたですよね。石原かなさん。何をバカなこと。どうして私が永田監督を殺さなきゃいけないんですか。あなたが恨みを抱いていたのは永田監督ではなく奥さんの千里さんです。カナさん、この週刊誌に千里さんと写っている男性はあなたの恋人だったんじゃありませんか。木村圭介。あなたがしているそのミサンガと同じものを雑誌の中の圭介さんもしていました。それだけでどうして恋人だって。ミサンガのプレートに刻み込まれたアルファベットの文字、圭介さんのものには
アオークキンスキー、あなたのものにはアオークシークインク、これは文字の配列を変えて別の意味を作るアナグラムです。この11文字のアナグラムを解析するとケースケカナ、つまりあなたたちの名前になる。あなたたちの名前になる。あなたは恋人だったケースケさんを自殺に追い込んだ千里さんに復讐しようと考えた。その復讐は千里さんを殺害することではなく、殺人者としての汚名を着せること。だからあなたは永田監督を殺害し、それを千里さんのせいにしようとした。どうやって私が紅茶に青酸カリを入れたっていうんですか？青酸カリは紅茶に入れたんじゃありません。あらかじめ全てのカップに塗ってあったんです。それも全てのカップのこの部分に。でも右手で持った場合、青酸カリを塗ったこの部分は反対側となり、口に触れることはない。だから千里さんが監督の紅茶を飲んでも知らなかった。カップは普通利き手で持ちますよね。紅茶を飲んだメンバーの中で永田監督だけが唯一左利きだった。あなたはそれをさりげなく確認した。千里さんの利き手は最初から知っていた。その結果、食器棚からどのカップを取ろうと永田監督だけが青酸カリを口にすることになる。二つのバッグを入れ替えたのもあなたですね。沙織さんが間違えて千里さんのバッグから青酸カリを見つけるように。仕上げは全てのカップから青酸カリを拭き取ること。ここまでか。そうよ、あなたの言う通り。この女は圭介の夢をもてあそんで死に追いやった張本人なの。圭介、あなたが共演の約束してくれたってとっても嬉しそうに連絡くれたわ。なのにあなたはその約束を破り、ただ飽きたからって圭介をボロ雑巾のように捨てた。だから圭介は何もかもに絶望して死を選んだ。選ぶしかなかった。私は復讐を誓ったわ。この女に死なんてもったいない。なのに記憶喪失になっちゃうなんて。記憶の残っていない人間にいくら罪を着せても意味がない。もう過去に犯した罪に苦しむこともないんだから。私は一体何をやったのか。いいえ、あなたはちゃんと目的を果たしていると思います。少なくとも過去の罪を自覚させるという目的は。千里さん、あなたの記憶喪失は嘘ですよね。千里さん、あなたの記憶喪失は嘘ですよね。あの地下倉庫に入った時、真っ暗の中あなたは迷わず明かりをつけた。記憶喪失のあなたがどうしてあの部屋の明かりのスイッチの場所を知っていたんですか？気づかれたなんて思わなかったわ。でもどうして記憶喪失なんて芝居を。目を覚ましてこの部屋に来た時、あなたたちが私のバッグから青酸カリが見つかったって騒いでるところだった。ってことは
やっぱり犯人は千里さん。私は直感したわ。誰かが私に殺人の罪を着せようとしてるって。だから記憶喪失のふりをして犯人を突き止めようと思ったの。でもあなたに見破られるなんて、私の演技もまだまだね。かなさん、教えてあげましょうか。私が圭介との約束を破った理由。彼には役者としての才能がなかった。ただそれだけのこと。あんな男のために人殺しまでするなんて、あなたもバカな女ね。でも感謝してるのよ。私、夫が死んでくれたらいいのにって思ってたの。彼はもう私の人生に必要ない人になったから。ありがとう。殺せばよかった。あんたの方を殺せば。最低な女。私もそう思う。私も。構わないわ。女優でいられるのなら。しかし、どうして俺が最後に紅茶を飲んだ日を。解毒剤を打たねば死ぬ。ロックスは何の日だ。何を入力してればいいんだ。おい、発見物、早く思い出せ。待ってろよら。そうだ、これはこのキャバクラの事件だ。本日のゲームはキスキスダービー。ナンバーワンの座をめぐって繰り広げられる、そんな同士の熾烈なバトル。私と楽しみましょう。枕営業だろうが、欲しかったら私はやる。これは愛する人を絶対に死なせない。